案外大したことなかったな。みんな、行くよ。どんどんつなげて。へい。終わったか。お疲れさん。うん、仕方ねえか。
みんな、いくよ。呼んでねえだろな、警察。呼んでたらもう協力してやんねえからな。コンビ解消だ。おっと、この奥だ。さて、何が待ち受けてやがるかなっと。マジかよ、こいつは新宿の地下と同じあの現象。つうことはイーターがいるってことか。そうだな、とにかく進んでみるか。しかし次から次へと何なんだ。ほんとオタクといると退屈しねえのな。Thank you.
おい、あれ、マリマリ、おい、マリッペ、しっかりしろ。なんだってマリが、たまたま巻き込まれちまったのか。まさかあの後犯人に。ああ、分かってるって。俺たちがパニクっても仕方ねえよな。イーターを片付けてこの現象が消えりゃマリも元に戻るよな。よし、じゃあ調査再開だ。他にも巻き込まれた人間がいるかもしれない。探してみようぜ。スエド、おや、あなたたちですか。なんだってあんたがここに。まさか秋葉原でこの現象が起こるって予測してたとか。そのまさかです。研究は日進月歩。デジタルウェーブ状態をつぶさに観測することでシフトが発生する地域を特定できます。精度はまだまだですがね。シフト？この現象のことか。デジタルシフトこの私が名付けました。迷うな。いや、なかなか趣のある響きですね。どことなく郷愁を刺さるような。ですが、もう決めちゃいました。この現象はデジタルシフトです。名前はともかくだ、この現象が起きたということはイーターがいる。倒せば元に戻るんだよな。いかにも。前回お二方に実証してもらった通りです。いやはや、その説はどうも。俺たちの他にも中に人間がいるんだけど、軒並み様子がおかしい。それもこの現象のせいなのか。いや、それはどうでしょう。デジタルシフトに巻き込まれただけであれば、肉体や精神に極端な影響が及ぶとは考えにくい。現に我々はピンピンしていますしね。さすがに長時間となると話は別かもしれません。じゃあ原因は他にあるんだな。イーターか、それとも逃しちまったデジモンか。まあ、何が現実に起きたとしても不思議はないのがこの現象の最も興味深い特徴ですし、いかなる可能性も否定はできません。真相は自分の目で確かめるしかねえってことか。まあ、花からそのつもりだけどな。そうでしょうとも、そうでしょうとも。では私はこの付近をもう少し調査しておりますので、何かありましたらどうぞ
お気に入りにお声掛けください。